それじゃあ、ゆきみ、これでお別れだな。俺はこの家から出ていくよ。引き止めたって無駄だぞ。ちょっと寂しくなるけど、元気でな。じゃあな。やだ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 、お兄ちゃんどこ行くの？ゆきみを置いてどこ行くの？ねえ、出て行かないでよ。やだ。ゆきみ、俺を引き止めたって無駄だぞ。俺はもう決めたんだ。この家から出ていくって。もうこの家には住めないんだ。そんなことないもん。ねえ、行かないでよ。私、お兄ちゃんがいなくなったらどうすればいいの？ねえ、どうすればいいのよ。すまない、ゆきみ。こんな愚かなお兄ちゃんを許してくれ。じゃあな。やだやだ、お兄ちゃん、行っちゃダメ、行っちゃダメ、やだ。なんか違うんだよな。お兄ちゃんやだって泣き叫ぶところちょっと違うんだよな。こうだよ、こう。よく見てろよ。お兄ちゃんやだやだ、お兄ちゃんやだやだ。あ、うん、わかったかも。やだやだ、お兄ちゃんやだやだやだ。ちょっとちょっと、全然できてないじゃん。もう全然違うじゃん。まったく、どこ見てるんだよ。ちゃんとお兄ちゃんの演技見て勉強しなきゃダメだぞ。もう何言ってるのよ。ちゃんとできてるじゃん。お兄ちゃんの言った通りできてるじゃん。もう大体お兄ちゃんの言った通りしてるから、こんな下手な演技になってるのよ。もうなんだと？俺のせいだって言うのか？俺の教え方が下手だって言うのか？まったく、付き合ってられないわ。だいたい何よ、このドラマ。なんでお兄ちゃんが出ていくのを私が引き止めなきゃいけないのよ。勝手に出ていけばいいじゃん。もう。おい、ゆきみ、諦めるのか？女優への道を諦めるつもりなのか？おい。私、女優になりたいなんて一言も言ってないじゃん。やりたいのはお兄ちゃんだけでしょ。もう一人で勝手にやってよ。もうお兄ちゃんっていつもこうだよね。友達の家でテレビドラマ見たらそれを私にやらせるんだから。もういい迷惑よ、まったく。まあまあ、そう言うなよ。だってすっごくいい話なんだぞ。お兄ちゃん3回見て3回とも泣いちゃったんだぞ。知らないわよ、まったく。ふん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 。おーい、みんな、おはよう。あ、ハムスケ、おはよう。珍しいじゃん、ハムスケが遅刻しないなんて。何言ってんだよ、いつも通りだろ。なあ、ジュン、それより今日の放課後何するんだ？なあ、またジュンの家に行ってドラマ見ようよ。ドラマの続き見ようよ。ドラマ？ドラマの続きは来週にならないと見れないぞ。それより今日はみんなで肝試しに行くんだけど。おい、ハムスケ、お前も来るか？え？肝試し？あれ？ハムスケ、まさか怖いのか？ビビってるのか？何言ってんだよ。ビビってるわけないだろ。いい、行くに決まってんじゃん。よし、じゃあ決まりだな。行っちゃダメって言われてるところだから気をつけていかないとな。おう、そうだな、気をつけないとな。よし、行くぞ。みんな、準備はいいか？おい、ちょっと待てよ、ジュン。ブーケが来てないぞ、ブーケが。あ、ブーケは用事ができたって。よし、じゃあ、行くぞ。レッツゴー。本当に行くのかよ。行っちゃダメなところなんだろう。おい、見ろよ。着いたぞ。どうやらここみたいだな。よし、入るか。おい、ジュン、本当に行くのか？入っても大丈夫なのか？何かあっても知らないぞ。
知らないぞ。もう今さら何言ってんだよ。ほら行くぞ、ついてこい。わかったよ。ん？あ、綿谷さんって人の家か。本当に入っていいのか。おい、ジュン、待ってくれよ、待ってくれよ。言われてたからすごいところかと思ったけど楽勝だよ、楽勝。え、そうだったの？ねえ、それでどんなところだった？ねえ、どんなところ？ただのお屋敷だよ。ちょっと古いけど片谷さんっていうらしいよ。結構大きいお屋敷だからお金持ちじゃないかな。そうなんだ。人の家だったら入っちゃダメだよね、行っちゃダメだよね。それもそうだよな。でも全然怖くなかったからもう行かないよな。なんだよハムスケ、ビビってたくせに。なんだよ、ビビってなんかないじゃん。全然ビビってなんかないじゃん。もう。はい、皆さんおはようございます。あ、ハムスケ、あいつまた遅刻だな。それがハムスケ君、遅刻じゃないの。行方不明になったらしいの。行方不明？もしかしたら肝試し？肝試しのせい？まさか。だって俺とスパークはなんともないんだし、ハムスケだけ？ハムスケ君、一体何があったの？何があったのかしら。許してください、助けてください、お願いします。もうそんな簡単に許すわけないでしょ。ちゃんと聞いてたでしょ、注意事項。はい、聞いてました、聞いてました。よし、じゃあ決まりだな。言っちゃダメって言われてるところだから気をつけていかないとな。ちょっと古いけど綿谷さんって言うらしいよ。結構大きいお屋敷だからお金持ちじゃないかな。私の耳は地獄耳だからね。どこかで話したらすぐにわかるんだからね。もうまだお説教するわよ。もう許してください。あとフラミンゴってなんで片足で立ってるんですか？なんで？なんで？